嫌だと言って最後まで素手の選手もいます。あ、なるほど、そうですか、はい、そうでしょうね、馴染まないってこともあるかもしれないですね、はい、さて、ホルキナ登場です。ここですね、スタルダー統一のひねり、車輪のひねり、ここからの飛び越え、1回半のひねりから中台で移動、さらにスタルダー統一、ホルキナ選手の独特の移動技ですね。後方ひねりからスピードもありますので、全部技を説明してますと大変なんですが、まあ、この選手のいいところはやはりこの長身を生かしたダイナミックなこのスイングなんですね、はい、ここは移動のところですね、ひねりながらしかも飛んで後方に移動しています、まあ、大柄ですから堤防を避けて移動するときにもギリギリ落としているのがよくわかると思います。身長が途中で伸びてきてその時に戸惑うってこともあるんでしょうね、その足が当たるかどうかというところは、ね、はい、よく女子選手はあの小さい頃から練習を始めますので、身長の伸びが苦しい時期に技が狂うということも